どうも、ケルザです。それでは、スプラトゥーン1やっていきましょう。さあ、4面いきたいなと思います。だいたい前のでいくと5面ぐらいかな。まあ、とりあえず、最初は恒例の、面探しということで。あれ？これは？うん。降りなくてよかった気もしたが。まあ、とりあえず、塗って、奥にね、行っちゃいますか。さあ、上に上がり、めっちゃ行くな。んいいね。21。え、これを降りるの？あー、違う。ふう、戻ってきた。まさかまさかの軽い罠がね。これ入れるんだ。ここではない。それは。さあ、どうぞ。上がる。あの辺りがありそうだけどね。じゃあ一応下がって下がって。この状態で。さあ、16と。はい、6個だよね。まあ、マップ4つ目。さあ、全部やっと見つかりましたということで、最初が16かな。さあ、16からやっていきましょう。プロペラリフトの要塞と回し回され無我夢中。さあ、来たぜ。ないかい？ないか？ないのか。むしろ会ってくれた方がありがたいんですね。意外と敵行ったらさ、反対側行けるとかはない？痛い痛い痛い。特にはなかったかも。あ、マーキッチュー。あ、違った。こうだね。さあ、こういう手間を省いて。さすがに上はないか。さすがにない。次は、はあ、浮き上がる感じね。あれ、なんかありそうな気がするけど、気のせい。ただ逃げるためって感じかな。裏から入れる、横から入れるも特にないか。なんか意外だな。ちょっと拍子抜けな感じですな。クーチャージャーやったら一気に抜けるんだ。痛い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 。危な。
は濡れるよ。あー、そういう感じか。マスクにそんなに。なんともいう感じはしたが、ちょっと敵を抑えて、様子見ますか。ここいいな、いいな。わざわざね、ここまで、あ、ちょっと伸びるの。ここまで伸びるってなるとないんかい。なんだ、期待外れだな。じゃあ次、これだね。隠してさ、裏とかありそうじゃん。なさすぎてもちょっとなーって感じなんだけど。2段まで上がる。だいぶ優しめだね。あの下かな。ないか。ああ、特にこっちでいいのか。あの上、欲しい。ただこれだよね。でしょう。危な。まあ、なんか頑張って探してたけど、今回はまだ楽な方だね。まあいいや、勝手に来てくれるもんね。勝手に来てくれるからね。あ、うえー、まあいいや。あれ多分エリートが来てたよね今ね。一瞬すぎてあれだったけど。お、プルプル、あおりちゃん、もしもし、聞こえてる？受話器が逆。あ、私はニューカラスト美体1号、同じく2号、当たり見知れから SS を受け取ったんだけど、あんたが3号、当たり見知れの代わりにサポートするよ。なるたけね。あ、急がないと指令がスルメにされちゃう。まあ、だいたいスルメっぽい感じはするけどね。そんなわけで以下よろしく。結構イラストが、あんな感じなんだね。さあ、ダイナーバリバトル。以前はイカとタコの種族間を超えた交流もあったようだ。そうなんだ。さらなる海面上昇により狭くなった縄張りを奪い合うことになろうとは、この若者たちには想像できなかったことであろう。もともとは仲良かったんだね。さあ、というのは、当たり前しないと、オーデンチナマズ、まとめて取り返すよ。じゃあ、次、タコスナイパーの砦、撃ち抜くぜ、お前の班。抜かれたくはないな。あいつ出たか。厄介なんだよな。さあ、隠れていってしまえば余裕でしょと。さあ、キャンプ場かな。
べるなら。打ち落とすことができればな。には何もなしと。さ、ナイスナイス。なんかホタルちゃんにサポートされるのは慣れてるけど、アオリちゃんにっていうのはすごい新鮮。特にはなし。なし。さて、あの中あるよね。絶対あるよね。だってさ、あからさますぎるんだもん。いくらも現実中。気がするな。舐めてかかったらこうなの。本当にやりいやー、今落ちたらもったいなかったな。なんで遊んでやる。さて、さあこれで OK。ちょっとはね、それっぽいプレイもしないとね。ボールドなら良かったな。さあ、ちびっこ民謡選手権優勝は塩辛地方出身のいとこ同士のって、あ、いとこ同士なんだ。思わず浸透圧上がりきるその歌声に審査員も満場一致の大拍手と。へえ、あ、それ知らなかった。そういう歴史があって歌だったね。さあ続いて、ぐるり巡ってぬりぬりバー、時計の針はもう戻らない。おお、やべえな。なんだろう、あれ思い出すな。サイレントヒル思い出すな。このテイスト、やべえな。おっと、やべえな。ぬいぬりバーは、いやー、2のフェスマップ思い出すな。ちょっと乗ってあれ取り行こっかな。ちょっと周り見たいしね。おー、あれかわいいね。はっちゃんどう。
ないですね。ほい、ナイスナイス。問題はナイスもナイスなんだけど、何もないっていうことだけが知りたいんだね。OK だね。よし。これはさすがにいけんわな。これもね、さすがにね。しまった。このわざとらしい、わざとらしい感じはなんだ。やっぱいけませんよね。こういう作戦じゃないよな。よしよし。ここ乗って次。まだ結構広そうだね。なんかパックみたいなマークが。まあ、塗り塗りバーに、あぶな。塗り塗りバーに乗りながら。様子をね。これ降りて、こっちは登れるんだね。意外と今ちょっとびっくりした。はい、鍵ゲット。今回は見つからないね。なかなかね、やりがいがあるね。ちょっと危なかった。さあ鍵をゲットして、次だね。さあ最終チェック、お馬さん。それ誰が一番上に乗るんだろうな。いや今回はなかなか見つけれなかったね。はい、ヒートが来たね。さあ鍵ゲット中。このマネ上手。そうなんだよね、もうクリアなんだよね。こうなると、まあじゃあやっぱどっかで取り忘れがあったかなと思わせての、思わせての、こ、ちょっと待った。ってことはあれ、あーはあ、ちょっと待った。何かあるかもしれない。飛んでいける枠があったってことは何かしらできるはずだ。だってあれ確実に上行くもんね。そうでしょ。となると、あれは一つ前か、あそこ戻ってか。ギリ、あーそうか。いや多分チュイッとね。お、ミスこうなるんだ。じゃあちょっとミステリーファイル欲しいんで、そのまま行きますか。じゃあスピード上げていくよ。
気づかなかった。あんな、あんな目立つのになぜ気づかなかった。危な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 、いやーマジか、これ気づかなかったか。何取っていく、よし、あとはクリアするだけ。行ったそばで当たるっていうね。で、積みたちを倒せば終わりそう。で、あと1回は、はい、ネット。さあ、ちょっとね、ミスってしまったがいいだろう。なんで気づかんかったかな。さあ18無事ゲットと、ブイヤベースいつも真夏の大大大セールと、すべてがマストバイト、とにかくマジヤバいダサいやつらはお断りと、おいでませ生かすガール、待ってるぜ生かすボーイ。そうだね、レベルが低くて返されたね。さあなんだかんだ間違えて俺は18を、18か、18で次が19いけば、これいやーしくったな。次さあ19は覚醒タコゾミス、あれまたここ頭にワカメのタコゾミス強いけんねー。最初に強いやつが来たか。まあいいや。次次。次も強いね。さあ次。なんかローラーっぽい武器が見えたが。これバリアか。意外と問題なしだったね。普通に取るよね。意外と近くまで来るのね。あったー、はい、ゲッチ。結構戻されるね。ちゃ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 。あ、次は、ゴールだね。まどいまどろむネギトロ炭鉱かな。意外とキャラの頭で文字が見えないっていうね。うん、合ってた。さあ覚醒と、あのドリシャリサウンドがさらに活かしたナウセ、ナウオンセールか。いつまでもカラフルでちょっぴりセピアな珠玉のテンタク、縄張りバトルの必聴アイテムスクイッドスクワットか、イカスキーズ。あー、テンタクルっていう言葉ここで出てきてたんだね。てか19じゃなくて20先にしてるわ。じゃあ19
さあ19ぐるんぐるんステーション運命の大回転。そういう大回転ね、嫌だね。裏にわざわざ隠すか。こういう設定が好きよね、スプラね。下にあるとかそういう小細工もないしね。傾きすぎ注意。まあ特に心配することはなかったね。さあちょっと見た感じっていう感じの場所が見当たらないね。それはそれで困ったな。回収じゃないだけまだマシか。さあさあ生かしてる。さあ回収チェックしちゃったね。そうか、最終チェック来ちゃったか。まあもう行ってみる。まあ気になったのはその下ぐらいかな。この後ろあったね。そしたら一応濡れるか。 OK、 探して見つかったね。見つかった。はい、ここからスピード勝負で。はい、危な。まあまあこんだけ濡れば問題ないし。うい、乗れない。はい、クリア。さあ、19は無事クリア。ちょっと前後したけどね。さあ、20はクリアしてるんでね。さあ、19。わさわさしている方にひらひら泳いでいる方が取り付いているのか、ひらひら泳いでいる方がわさわさしている方を操っているのか、どっちなんだろうか。まあどっちでもいいんだけど、アネモネさんかな。まあ急ぎんちゃくだしね。さあ6ステージ目いきましょう。おーし、電池のまず集まってきた。ということで、本当に UFO は実在した。追跡でガライン降下した。
で、画面硬化か。さあ、間違えて入ったところだね。さあ、頑張っていきましょう。あ、トルネードタコスさん。おお、危ない。意外とね、こういうところにね、触れたりとかしてそうだからね。いやー、何回かここも縄張りはしてるはずなんだけど、ねえ、なかなかね、慣れないですね。こっちから行ってみようか。こんな入り組んだマップ、ないもんな。普通にはね。いるんかい。カラークーンは飛ばせない。カラークーン飛ばせないのは新鮮だな。そうだね、バグを試すんですよ。で、ここで、ここもなし。いいんですよ。これは登れるわけがないが、ここは怪しいよね。帰らせ、帰らせてくれ。絶対あそこやな。よし。あそこ回ってやろう。イエーイ、ゲット。うおー、マジかい。危ない危ない。さあ、もうね、ここにはね、おさらばして。さあ、このゲートどうするっての。意外とこうなっちゃう。さあ、ジャンプポイント発見して飛んできたんで、またちょっとね、ボコボコにしますか。ちょっとずつね。あ、クイーボか。なんだ、見てなかったな。はーい、はいはーい。はいはーい。はいはーい。無事ね、クリア。と、じゃああとはこのステージもボスを残すのみと。まあ、その前にミステリーファイルをちゃんと見ましょうかね。さあ、エビフライ。なんだこれは。靴屋の店員にそっくりだ。エビを食べてしまう生き物がいたのだろうか。なんとおぞましい。エビフライ美味しいよね。やっぱタルタルソースだな。そうだね、イカちゃんたちからすると人間がよく分かってないからね。というか、そもそもイカってエビ食わないんだっけ。なんかそこら辺がちょっと気になるけど。あ、ですよね。よし、これで、じゃあ行きましょう。行き場なき牙、タコツボファン。ファング。ファングか。おお、何やらちょっと強そうな感じがしますが。おお、めっちゃトラップ感ある。でもあの歯を壊す感じかな。めっちゃ電池玉作るやん。あの歯やな、狙いはあの歯やな。おお、マジで。おお、
ジでそのまんま一緒に。あれ？まさかあの中に。おお、まさしくだった。電気生の君と戦うことになるとは思わなかったな。あ、硬くなりやがった。やべえな、やべえな。耐久度が高いってことだよね、単純に。はい。そういうことか。中心さえやってしまえばもう終わりか。さあ3回目シャキーン金色成金感がすごいな。はい、ここ開けてね。ほいさあ、大電子ナマズじゃないけど、電子ナマズくん破れたり。いやーちょっと待って。いや嘘でしょ。早くね。いやーまあまあいいんだけどさ。いやにしてもそっくりだったね。可愛かったよ。おい。ファンぐっと。なんかな、巨大花ちゃんにも見えなくもないね。すごいすごい、サンゴなかなかやるね。思ったよりね。この調子でサクッと大電池ナマズ取り返しちゃって。当たり飯ね、忘れてない。ギギ誰？ギギすべて。あんたが悪もね、大電池ナマズ返してよ。だから当たり飯でもだって。すべて縄張り俺のもの。勝手に無線入んなっての。ちゃんとサンゴ、ちょっとサンゴ、早くこいつとっちめて。いやー、ボスのところまで連れてってくれればね。さあ、四つ目か。うん。なんかチャージャーっぽい感じがするけど、見た目ね。さあ、武器がね、ちょこちょこ解放されていってるんでね。さあ次、こっちかな、こっちか。さあ第5ステージに行く感じかな。普通に落ちてきた。おそう、あ今回壁登っていくの。さあ第5、ちょっとこれはこれで移動大変そうだな。なんか見える。 UFO だね。はい、ということで、まあ、だいたい最後かな、次がね。すごい顔してるな。はいはい、ということで、まあ、次回でうまくいけば終わるかなっていう感じですね。さあ、多分あいつだと思いますが、まあ、そいつもとっちめて、あと当たり飯例もね、助けましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。